僕はお母さんのことが大嫌いなのだ。あんなクソ女。僕の家は大阪の貧民街にあり、家の中も外もドブの匂いが立ち込める、とても不潔な場所なのだ。物心ついた頃にはお父さんは刑務所におり、僕はお母さんに一人で育てられたのだ。お母さんは革靴工場で働いているけど、障害のせいで長い時間は働けず、生活は困窮。酔っ払って路上で寝ている人から金品を奪い取ることで、なんとか家計を支えていたのだ。僕はそんな犯罪すれすれの行為を繰り返している。お母さんのことが大嫌いだったのだ。そしてそんなお母さんに依存しなければ生きていけない。子供である自分自身がお母さん以上に大嫌いだったのだ。早く大人になりたい。大人になって自立したい。中学を卒業したらすぐに働こう。お金を貯めて家を出よう。この臭い町を出て綺麗なところでまともに生きよう。そう固く心に決めたのだ。そして15歳の春、僕は中学校を卒業したのだ。でも僕はその頃シンナー中毒になっていて、とても働ける状態じゃなかったのだ。それに赤ちゃんもいたのだ。不良仲間と一緒に河原で回した女が勝手に産んで僕に押し付けてきたのだ。はじめは迷惑としか思わなかったけど、すぐに情が移ってしまったのだ。かわいい、愛しい、汚れ切った町に降り立った美しい天使なのだ。たとえ血がつながっていなくても構わない。この子の親は僕なのだ。僕がこの子を立派に育てるのだ。だからお金もないのに家を出ることなんてできないのだ。お母さんに依存するのは辛いけど我慢するのだ。親は子供のためだったら何だってできるのだ。赤ちゃんのために実家暮らしで我慢するのだ。